忘れちまったか、俺だよ、俺ハンバーグだよ、ハンバーグ。さあ、成田夢牧場到着しました。到着しましたね、はい、あそこのアルペンさんから、小1時間ぐらいですかね。そうですね、そのくらいですね。走ってきまして、はいはい、今日はこの成田夢牧場さんにちょっとご協力いただいて、スペースを提供していただいておりますので、ありがとうございます。すごいね、広いですね、使いやすそう。一角一角がしっかりしてて、はい、ここでさっき買ったギアを使って、キャンプギア、はい、椅子を組み立てて、テーブル出して、はい、火焚いて、なんかやれたらなと思ってます。そうですね、ぜひ。ヒッシュ890。めっちゃ早いですね。うん、見て覚えた。師匠めっちゃ早いです。よいしょよいしょ。すごいね。寝袋も持ってきたの。すごい。一応。できました。いいね。椅子だけ。めちゃくちゃいいよ。椅子だけですか。椅子だけでこんなにいいんだって。いいんだって。どうなることやら。結果一番最初に見たやつ買いましたからね。すごい楽しそうな。楽しいっす。師匠が組み立てるの。いいね。コラボ動画なんですけど。あ、椅子とテーブルだけでこんなにいいって。いいって誰が言ってますか。私。まだこれからこれからで、もっと持ってるじゃない。最高じゃん。はい。火焚きたい。もうすごいテンション上がってますね。いい。じゃ大丈夫ですか、食べますか。とりあえず一回己でやってみます。あ、わかりました。あ、もうできてますね、うん、早い、覚えるの。覚えました。なんか私いらないんじゃないですか。え、そんなことないです。そんなことないですか。なんか全然呼ばれないですけど。分かんなくなったらちょっと呼びます。あ、わかりました。師匠に、はい、買っていただいたやつ使わせてもらいます。はい、これ師匠が買ってくれた机です。外の机です。やばい、初ヘリの秋できたよ。早いっすね。ちょっと待ってください。手伝おうか。あ、いいんですか。いいよ。逆にやってもらうっていう。早いっすね。キャンプ向いてるんじゃないですか。楽しい。楽しいですか、うん、嬉しいです。貼るからね、はい、生地を。これ一緒にやるもんじゃないですか。おー、ありがとうございます。しゃー、むちゃくちゃいいじゃん。なんかむちゃくちゃいい感じです。いいっすね。おいおいおいいい感じ、むちゃくちゃいい感じです。絵がなんかそちらの方がアイテムがいっぱいあって、なんか私が逆に初心者みたいになってますけど。どうどう、キャンプ楽しんでる。楽しんでますよ。これからですから。
衣装のアイテムです。お、テントやっちゃいます。やろう。私も自分でやってないんで乗ります。衣装どうですか？いけてる。いけてます。あ、早い。え、めっちゃ早いじゃないですか。仕上がってきたね。あ、すごい。もうできてますね。おお、できた。なんか最初はすごいこう原始的なやり方で、ファイヤースターター。はい、そうです。名前出てこない。あれでやってたんですけど、もうやっぱ時間かかるんで。俺もそんなんでいいと思います。もうこれです。はい。あ、もう大丈夫。いけたと思う。いけましたね、もう大丈夫そう、うん、さあ、準備整いました。火起こしも終了して、設営も終了して、でもこのバイクをバックに、はい、とにかくもう気分がいいです。で、今からですね、アッキーさんにいろいろ料理の手ほどきをしていただきながら作って、はい、で、料理食べながらお話ししながらみたいな、いよいよここからキャンプってことだね。そうですね、やっとです。やっとだよ。こっから本気です。ずいぶん朝早くから会ってるけど。始まりましたよ。やっと始まりましたね。やっていきましょう。焼きましょう。で、はい、ハンバーグいただいたんですよ。はい、作りました。これちょうど冷凍がいい感じに溶けてきた感じです。アッキーさんがね、家で手作りでやってきてくれたんで、はい、これをちょっと焼いていただこうかなと。じゃあやっていこうか。はい、私ニンニクがすごい好きなんで。あ、そうなんだ。はい、もうオイルもガーリックオイル、はい、ガーリックオイル美味しいんですよ。そうなん。これもぜひ使っていただいて、はい、で、あと油、あ、もう大丈夫です。 OK です。はい、むちゃくちゃ腹減ってんだよね。中減りましたね。うん。私もお腹すきました。これ楽しみにしてたかな。アッキーお手製ハンバーグ豆乳。うわい。ちょっとうちのフライパンにぴったりだわ。あ、本当ですか。サイズが、うん、すごいぴったり。圧がすごいですね、ハンバーグに。いい匂いしてきた。ちょっとひっくり返そうかな。大丈夫ですか。なんでこれ取ってまで鉄なの。お、いい感じ。これでアルミで蓋するんですか。した方がいいです。衣装よかったらなんですけど、これ右革手どうぞ。ありがとうございます。あの、もう使い古してめっちゃ黒くなってますけど大丈夫です。はい、あ、でもこれも熱いです。油断はあんましないでください。昔あの工場で働いてた時にこの革手使ってた。溶接とかずっと安全靴履いて革手してヘルメットかぶってたわ、ずっと。バイクです。外でこうゆっくり木を眺めながらぼーっとしてるけど、なんかそうね。家にいたら多分テレビ見たり携帯見たりとかしてるだろうから、今はもうひたすらハンバーグ焼くことに集中してるもんね。ハン
ンバーグ史上初めて、こんなにハンバーグ焼くのを聞いたことありますか？初めて初めてですか？初めてよかったらこれも、それなんすか？ちょっと中身を楽しみで、あの炭の中に埋めて、え、はい、この中に、はい、埋めてください。で、上にも炭、あ、手熱いんでトング使ってください。ちょっと危ないんです、ワイルドですね。そうなんですよ、で、スギちゃんと同期なんですよ。あ、そうなんですか。私知らなくて、あの、うますぎちゃんって、うますぎちゃんってスギちゃんが飯食った時に、そう、私知らなくて、それ自分のオリジナルだと思ってずっとやってたんですよ。それだって、はい、スギちゃんだから、はい、うますぎちゃんっていうのは分かるんですけど、はい、アッキーだから、はい、うますぎちゃん、まあ別にいいか。うますぎるから来て、こうなんか、こういう動き、はい、こういう動きしてたらなんか生まれたんですけ ど、 なるほど、オリジナルじゃなかったっていう。でもそんなにね、あれも減ってくれもないですから、もう全然使っていいと思います。言ったもん勝ちですか？もちろん。よし、うますぎちゃん。まだ何も食ってないじゃん。ちょっと早いんですけど、ピーマンどうぞ。2個でも。ありがとうございます。いや、いいです、アッキーさん2個いってください。いいんですか？うん、まあ、じゃあいただきます。やった。え、食べていいの今？いただきます。うまい。この丸ごと焼きがすごい好きなんです。うまい。切らないでそのままで。え、この種まで全部食う？あ、全部食べます。へー。塩コショウするだけでめちゃくちゃ美味しいです。丸ごと焼きが好きです。すごいね。はい。この種まで食うんだ、すごい。もう一個言います？うまい。いいわけ。はい。どうぞ。ありがとう。はい。ちょっと焦げてるかもな。多分そこが焦げて、もう余熱で多分。あ、意外に大丈夫。全然いいじゃん。え、めっちゃうまくないですか、焼くの。焼くのめっちゃうま。これなんで YouTube 始めたんですか？ YouTube 始めたのは、もともとその編集とかめちゃくちゃ興味があって、まあ、なんかやってみようかなと思って、で、バイクもその時も乗ってたので、うん、バイクでやってみようかなみたいな感じで、まあ、勉強したいなっていうのでやり始めました。それが何年ぐらい前ですか？2019年の4月に一番最初動画、なるほど、投稿しましたね。ハンバーグ師匠の約半年強前ぐらい、そうです、うん、ほぼ同時、同じ年ぐらいに始めてる。同期ですか？同期。同期だ。やったー。YouTube では同期だ。同期ですね。うん、やったー、嬉しい。初めて会ったかも、同期だ。同期です。同期。うん。なんか YouTube やってて、最初からどうだったんですか？慣れないので、自分の声聞くのもなんか編集してて、違和感がすごかったです。ああ、そういうことか。はい。何喋ったらいいかと分かんなくて、慣れるまでめちゃくちゃ時間かかりました。だから、最初の方はあれなんですよ、声低いじゃないですか、結構嫌で、嫌で、嫌すぎて、あの、編集のエフェクトでピッチで声上げてました。声の加工してたんだ。声加工してた。もう分かる。でも自分が画面に映った時の声とか行動とかってさ、はいはい、自分のイメージと違うから最初えって思うよね。めちゃくちゃ違和感がすごくて、それが嫌で、そういうことやってましたね、最初。猫かぶってたんで。いつからサランラップ巻くようになったの？腹出して。まあ、結構何回か、そうですね、序盤。サランラップはまあ最近ですけど。そうだね。はい。あ、で、炭の中に埋まってる包み紙、もう大丈夫かな。ちょっと火やりすぎましたね。え、これ失敗？失敗しました。開けていいの？いいですよ。何だったのこれ？
何だったか当ててください。ニンニクだ。あ、バレた。うまそう。え、めっちゃ焦げてるじゃない。全然うまいよこれ多分。ニンニクがすごいよ。この後仕事あるけどどうしよう。いいか。キスシーンね、ない。すごい。うまいですか？あ、うまい。師匠、あのすごいいいやつあるんですよ。何？それに合う、めっちゃ合うやつあって。うまいよ。うまいっすか？全然いけてるよ。よかった。これスペシャルソースです。マヨネーズです。マヨネーズ？はい、ちょっとニンニクにこれつけて食べてみてください。あ、もうザッて、あ、もっと、そうですね、はい、おい、なにこれ、これ何、しびれるんだけど、しびれ薬入れてんじゃん、なにこれ、なにこれ、これニンニクだろ、ニンニク？ニンニクのマヨネーズです。いや、もうニンニクしかない。辛っ、辛っ。私はもう最高に好きなんですよ、もう辛いぐらいの方が辛っ。辛いよ。美味しいのに。え、これめっちゃ美味しいんですよ。よし、いけた、できたよ。あ、できました。あ、じゃあ、よいしょ。ニンニクの上に置くことになったもん。いや、いい、いい、多い、多い、多いって。ちょっとでいいよ、ちょっとでいい。いや、ちょっとだともうダメなんで。刻みニンニクですね。これはちなみにあのハンバーグの中にも入ってます。なんでそんなことすんの。はい、粗挽きガーリックです。これ食感を、食感ですね。これはピーマン用で、はい、ちょっと、はい、あと生ニンニク、はい、ここまで良かったんだけどな。ちょっと彩り、あのちょっと白くなっちゃったんで、彩りで白くなっちゃったの、白くしたの、はい、あ、ちょっと多すぎた、ごめんなさい。で、このちょっとオリジナル、これちょっと待って、はい、大丈夫ですよ、ちょっと貸して。いや、大丈夫です、大丈夫です。絶対これそうじゃん。いや、大丈夫、大丈夫です。はい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 。取られた。ニンニク入ってるね、これ。そうですね。はい、行かれますよ。いや、だったら俺飯持ってきたよ。はい、はい、どうぞ。じゃあ、アッキー特製のこの、これ何、料理名は。ニンニクスペシャルハンバーグです。そうだね。あ、間違えました。何、ニンニクスペシャルハンバーグです。うるさいよ。すごい冷たい。めっちゃテンション下がってるじゃないですか。一日ですごい距離詰まりましたね。いや、詰まってもう向こう行ってるよ。ちょっとじゃあいただくわ。はい、どうぞ。ほら、焼き加減最高じゃないですか。いただきます。いや、いただきます。おお。あー、待ってこれ。あれ、美味しいですよ。ハンバーグ。ちょっとニンニクが余計なのよ、ちょっと多いわ、やっぱニンニク多いですか、うん、これの量にしては、はい、もっと来るかなと思ったけど、はい、そのなんていうの、薬味のニンニクが多すぎて。もう今もうニンニクなのよ。それがいいんじゃないですか。口じゃなくてニンニクなのよ今。いや、で、あ、ご飯食べてみてください。いつの間に米炊いたの。いつの間に米炊いたの。すげえ適当だね。ご飯食べてください。ほら、良くないですか。バカうまい。バカかよ。
うまい。そうなんですよ。めちゃくちゃうまい。あ、米と合わせるんだこれ。もう最高。もういや私は全然いいんですけどこれで初めての方は初めて食べてくださいって思います。あ、でも良かったです。なんかうまいって言ってくださったんで良かった。うまい。よかったです。あと、うまいよ。よかったです。嬉しいです。どう？うますぎちゃん。うますぎちゃん。最高っすわこれ。あ、冬キャンは外でニンニクどしたりは悪くないの。うん、楽しいです。いや楽しいよ。ブツブツ言ってるけど薬味少し残して完食です。食べました。あ、うまいよ。よかったです。今のは何？ちょっと撮んないでくださいよ今の。いきなりやり始めるんで面白いです。今のはどんな感じですか？やったーっていう気持ちです。以上です。すいません。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。私もめっちゃ楽しかったです。キャンプのイロハを少し教えてもらって、はい、でこのロケーションが最高じゃないですか。まず好きなバイクがあって。そうですね。飯も最高だった。なんだかんだ言ってなんだかんだ言ってよかったですよ。あんなにうまい白い飯久しぶりに食ったかも。ニンニクって効果あるんですよ。ニンニクってすごいね。すごいんですよ。もうこうなっちゃうんで、うん、魔法がかっこいいんだったもんね。そうこうなっちゃうんですよ。だからまた勉強にもなったし、ちょっとまだやり足りないことがまだあるから、うんうん、またどっかちょっと時間空けて、はい、バイクの走る並走のやつとかね、はい、今度はテントも入りたいですね。そうだね。テントも入ってないし、俺立てて中は見てない。そのまま立てただけっていう、ね、時間がなくて時間がないっていうのは、はいはい、ちょっとはい。まあでも楽しかったです。はい、なんでまたぜひ改めてよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ハンバーグ師匠 YouTube チャンネル最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅう。チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。